若手評論家大集合という感じでですね、最近僕ちょっとこのステレオっていうのを遠のいて、あんまり購入してなかったんですけども、見たら今日のお三方、村井さん、鈴木さん、田中勇さん、もう引っ張りだこでもう3人で書いてるような感じでですね、それでこれほとんど3人の記事が多いのと、それからこれ久々にまた毎年2年に1回出てるやつかな、これ今回寺島さんなかったんですか。と言いつつ、やっぱりお三方、お二方ね、で出てて、ああすごいんだなということで、今日はですね、名誉会長である林さんに、当然紹介いただいてですね、教育企画できたんですけれども、ありがとうございます。どうも。そんな中でですね、本当にいつもやっぱり我々こういうのを読んで、当初はオーディオ興味持ち始めたところ何も分かんない時に、これを信用して、買ったりして、かなり失敗もしてきたと。やらないんだということで、それで当然成功したのもありますから、それは帳消しで、今日はいろいろね、ざっくばらんに聞けて、そのまま回答を得られるとも思えないですけども、そういういろいろな楽しみ方、ここでなければ、聞けないようなことも聞けるかもしれないと思いまして、どんどん盛り上げてください。それで要は10時まで楽しくやりたいと思ってますので、よろしくご協力お願いいたします。ありがとうございます。木村さんに、全て提供いただいてですね、後で紹介しますけども、アグラっていうプリアンプ新発売しました。これもちょっと飛び入りでですね、すごいやつできたんで、紹介させていただきます。そんな感じで、スケジュールの方に出した通り、ほぼ、進めますので、お願いいたします。それは世の中じゃないですよ、そのアグラっていう。上がるは世の中じゃないでしょ。嫌そうに言わなくて。一緒だってさ。だってやっぱりだってもあさってもないか。それで今日ね、ちょっと僕勝手に判断したんですけど、お三方がですね、こうやって評論家でもある。